社長塾完璧にも、はいね自分の勉強も半分以上かかってますからね、うん、こういうのを考えてるうちにね、はい、脳が活性化してくるんで、ね、そうすると自分の商売にも当てはまったり、はい、で結果的にね、秋元さんとか、まあ、参加者の皆さんなんかヒントになれば、いやもう本当見てもらって助けてほしい。すごい、すごいですね、社長塾すごいですね。こうまあ今こう喋ってていろんなアイデアが出て、はい、他の人もなんで勉強しないのかなってこう思っちゃいましたね。他の人っていうか、やってない人多いじゃないですか。はい、なんでやんないんだろう、やればいいの、小坂さんも同じものですか。あ、本当ですか。全く同じ。あ、本当ですか。なんでこんな近くにこれ、はい、ランチスタ稽古で勉強できたかんだろう、うん、ないんですかね。